でも髪型まで整えてきてるやない。渋い。デニーロ的な存在感がある。ね、これは日本人にしかわからない作品になるかもしれない。佐藤さん聞いてました？いや聞いてました、はい、さあなぜか皆さんジゴロみたいな顔つきでね登場されましたけれども、はい、まずこの服装にはね触れなければならないということでちょっとだけご説明しますと2005年にスタートしてから数多くのファンの皆様つまりファン名様に愛されてきた本作なんですが実はこのように映画館で完成披露上映会を実施するというのは初めてでございますのではい今回スタイリストさんにですねタキシードを発注しました。いやもう本当にタキシードなんてめちゃくちゃスケールの大きいどでかい作品でしか着ないですよ。本当ですよね。本当ですね。まさか3名様で着ることがあるとはね。トム・クルーズぐらいですよね。本当今俺も思ったんですよ ね、 思ったね今ね。ミキ・クルーズさん。ミキ・クルーズさんね着させられてる感満載ですよね。満載。いやそんなことございません。お似合いですよ。お似合いですよ。本当ですか。お似合いですよ。渋いですね。あれはもうあなたに至っては髪型まで整えてきてるやない。渋い。デニーロ的な存在感があります。ね、素晴らしい素晴らしい。いいですね、はい、もう会った瞬間にね褒め称え合っておりましたけれども、全国の映画館での公開とこれまでのザ3名様では考えられないような展開となっておりますがこうしてファン名様の皆さんをお迎えして本作をお披露目できるというのは皆さん心境としては改めていかがでしょうか。佐藤さん聞いてました。いや聞いてました、はい、もちろん聞いてましたけど誰から行くのかなみたいな。もうどなたでも結構です。こういう場合誰から喋るのかとかないよね。俺から、うん、でも大体もう喋り始めましたから。そう大体でもたかしがこう火を切ってくれるよね。そうかでも本当に今日僕としてはですね。おい早い中伏せんのが聞きます聞きます。でも本当に今日皮切りにじゃないですけどようやくやっとね皆様の、お手元にというんですかね。はいはい。お披露目できる日がようやく来たなと。だからちょっとなんだろうな大丈夫かなっていう反面ちょっと嬉しいですね。え？うんって言ってるじゃないですかね。ねえ、はい、いだ、うん、そう嬉しいんだ。ごめんなさい、どうしてもなんか渋くなってんだろリアクションが。そうだね、そうそうそう確かに。そうそうそうタキシードだから一旦脱ごうか。いや、そうですいや、でも本当にね、はいはい、嬉しいよね。嬉しいよ。なんか自分たちで言うのもなんですけど、うん、前作も映画としてやらせてもらいましたけど、うん、その前作以上に本当になんか3名様が映画っていう一つの形にたどり着いたなっていうふうに思うんですよね、はい、前作はDVD シリーズから始まったくだらないテイストを映画館この大スクリーンいい音響のもと見ていただくすごく無駄遣いみたいな映画館の無駄遣いみたいな何を映画館で見せられてんだ私たちはみたいなそこを楽しんでいただけたかなと思うんですけど、うん、今回はねちゃんと映画になっちゃったんですよね。なっちゃった、はい、だからまあ、我々としてもすごくそういった意味でのなんて言うんだろうなこう今までの3名様の中でベストな作品ができたなっていう感覚はあるのでそれを皆さんに見ていただくことそして皆さんがどう思っていただけるのかなっていうのはすごく楽しみにしてます。そうですよね、はい、岡田さんどうですか。何でしたっけ、ま、マイク持たれたんでてっきりお話になるのかと思ってました。いやいやもう二方がね、本当に言ってくれたんですけど今回本当にね映画になったなってほんもりゅうちゃんも言ったけどさ本当になんかねほんまって今言いましたよ、ね、ほんまに言ってくれ、ね、最近ずっと舞台でね関西弁ばっか喋ってるからねちょいちょい出ちゃうんですよね。変換が難しいね。本当になんかねいい映画だなって思えるものが出来上がったなと思うので本当そこは楽しみに見ていただけたらなと思います。前作リモートだけじゃ無理じゃねえの劇場公開前にカンヌ国際映画祭にエントリーされたことは覚えていらっしゃるでしょうか。皆さんご存知ですか。覚えてますか。覚えてらっしゃいます。覚えてますか。はい、はい、実際カンヌ国際映画祭エントリーをしまして、しました、その後全く音沙汰がなく同年の映画祭は開催されました、はい、完全スルー作品、はいはい、ということになりますね。言い方言い方落選の結果もなく、うん、もう返事もないないよねおかしいな。カンヌおかしいな。カンヌですよね。あの時の雪辱を晴らすべく今回はですねカンヌ国際映画祭と並ぶ世界三大映画祭の一つであるベネツィア国際映画祭に来ました。エントリーをしました。来ました。ベネツィア、はい、ベネツィアだったんですね。ベネツィアね。もう我々はね。そうだね。これもう行く気満々ですよね。これ今、まあ、これ行く気満々。だってそのために用意したタキシードその通り。そういうことです。カンヌはスルーでした。スルーでした。さあベネツィアどうでしょう。ええなんとここで言うんですか。
はい、初めて申し上げます。初めて申し上げます。ちょっと待ってください。そう、初めて聞きますよ。どうなんの。一通のお手紙が届いております。うわっ、ベネチアから返事が来ました。まあ、まず1段階成長しました。あるぞあるぞ。ちょっといや、あるぞあるぞ。あの段階見てよ、封筒あるぞ。だって金だ、金だよね。金だもん。いや、封筒だけだろ別に。金はある。金はなんかあるやつ。金はあるって、うん、金の封筒なんかどこでも売っとるわ。いや、金はなんかあるやつだって。ほらそうだな、封筒こっちで用意した可能性あるし。あるか。そうだよ、かなり分厚い封筒です。ちょっと、え、じゃあスルーされなかったってこと。スルーはされてない。そういうことだよね。返事が来てんだもん。そうだよ。その証拠をこの後スクリーンに映します。はい、はい、ここでですね、完成披露上映会ですので、おめでたい場所です。ファン目様の皆様の前で、そしてマスコミの方も入っています。選考の結果を発表させていただこうと思います。お願いします。お願いします。開きます。私たちをベネツィアに連れてって。お願いします。それでは発表させていただきます。諦めてません。いや、俺あの皆様と多分同意見。何が。みんなは言ってくれと思ってるよ。そうだよ、言ってくれと思うよ。やろうやろう。見よう見よう、ちゃんと見よう。親愛なる皆様へ、第81回ベネツィア国際映画祭にご応募いただき、ね、誠にありがとうございます。しかしながら残念なことに、我々のプログラムでは上映できる場を用意することができませんでした。とても残念なお気持ちだと思いますが、いつかまたご一緒できることを期待しております。また次回の作品を楽しみにお待ち申し上げるとともに、成功を願っております。ベネツィア国際映画祭ディレクター、アルベルト・バルベーラさんからいただきます。アルベルト、いや、ダメか。ダメだ。もうね。いや、正しいよ。お前、バルベーラ正しいよ。バルベーラ。期待しちゃうじゃんよ、この。いや、でもベネチアはシカトしなかったってことですよね。そうだ、そうだ。スルーしなかった。スルーではないと。ものすごい丁重にね。ね、はい。ちゃんとお名前もね、決め付きで来てますからね。いや、でもだって期待しちゃうじゃん。だって期待するよな。だって今日あのマスコミの皆さんも入ってらっしゃる。そこで初めて言う、うん、まさかの通ったズドンで、はい、っていう可能性あるなと思うじゃん。いや、これだったら僕らだけに言ってる。そうだよ。裏の話で済むじゃないですか。俺が3名様っぺーじゃん。まあ、恥ずかしめを皆さん、こんな大勢の前で落選だよ。うん、確かにな。その作品を今から見せられるんだよ。そうだよ。落選報告したね。楽しんでください、本当にね。楽しんでください、本当にいい作品なのか。いい作品になってますよ。さっきからね、みんないい映画が出てきた。もしかしたら、これは日本人にしかわからない作品になるかもしれない。そうだよ。うん、俺たちが先行ってるのかもしれない。そうだよ。そうね。はいはいはい。そうかも、そうだ。では、この後ご覧いただく落選した作品についてこちら。おい、はい、いやいやいや、言い方、言い方よ。言い方はひどい。ちょいちょい、ね、その言い方はひどい。ちょっと伺っていこうかなと思うんですが。せっかくね、忘れようとしたんですよ。はい、あの、こちらは佐藤さん、ザ・三名様、オメガプロジェクト2024、いよいよ、まあ、映画の公開今月末になりますけれども、はいはい、本作の一番の注目ポイントというとどのあたりでしょうか。どうですか。こっち見ないでいただきたい。どうですか。お客さんに向かって、 まずうん、そう、お客さんに向かってね、ちゃんとね。あ、でも心からね、心から言うんだよ。まっすぐ、まっすぐ引きずってますから、うん、行ってみよう。ベネツィアもう忘れようね、一回ね、はい、頑張ろう頑張ろう。できるね、できるよ、うん、できる子できる子、うん。やっぱりここに集まってくださっている皆さんって、きっとずっとなんか3名様のことをね、こう温かく応援してくださっている方が多いと思うんですよね。そういった皆さんの期待をまず裏切らないっていうのは何かというと、まあ、こうやってスケールは大きくなりましたけど、相変わらずの3人をみんなに見ていただけるなというふうには思います。でもその延長線上で、なんか今回はやっぱり今までの3名様にはね、なかった大事件が起こるので、そこはやっぱり楽しんでもらえるんじゃないかなというふうに思います。タイトルにも入ってますからね。いや、そうなんです。二次元という、はい、ね、ということはということで、今までにはなかったゲストの方もね、来てくださいますし、だから皆さん今まで通りでありながら、今までと違った3名様も同時に楽しんでいただける作品になっていると思います。